明星スター10番勝負は1966年5月1日から同年6月26日まで日本テレビ系列局で放送されていた日本テレビ制作のクイズ番組である。正式名称は渡辺ロケット賞明星スター10番勝負で全番組、明星スターパレードから引き続き芸能雑誌、明星の協賛並びに渡辺聖歌の一社提供で放送されていた。 全9回。放送時間は毎週日曜19時19時30分。毎回3人1組のチーム2組が出場し、人気スター本人の目の前でその人物についてどれだけよく知っているのかを競っていた番組。出場者には、スターの生まれ、身長、体重、そして瞬間的な癖に至るまで、ありとあらゆるデータを題材にしたクイズが出されていた。収録は、 高楽園ホールで行われていた。スタジオにはロケットなどを模した番組セットがあり、砂川啓介をはじめとする司会人も全員宇宙服をイメージしたコスチュームを着て出演していた。番組には各界の出演スターのほか彼らと何らかの関係がある人物もゲスト出演していた。しかし、セットのロケットが故障ばかりしてなかなか飛び上がらず、修理に時間がかかり、 ロケットなしでやったため番組が中途半端になり視聴率も急降下11%となってしまった。参考東京新聞東京新聞社1966年5月1日同年6月26日付のラジオテレビ欄同じく明星の協賛で放送されていた日本テレビの番組ありがとうございます。